はい、どうも、なおちです。前回の続きをやっていきましょう。調べておきました。サトウキビで紙の作り方を思い出しましたので、まずは紙を作っていきます。作れるだけ作っちゃいます。で、地図ですね。地図を用意しまして、紙をこの周りに置くと、これで拡張が可能らしいです。見てみましょう。お超広くなってる。これ拡大して見えないの？こんな細かくなっちゃうの？それはそれで見にくいな。最大4段階ぐらいまで、できるらしいです。ちょっと待って、一回地図切り替えられるのか、見てきます。はい、なんかこの丸っこい場所、他の部分は行ったことがない場所らしいです。で、基本的に作った場所の中央は変わらないらしいので、ただ、わかんない。ちょっといろいろ調べたんだけど、さっきの縮尺が拡大されてみる、拡大される見方はちょっとわかんないので、とりあえず場所はね、まあ、なんとなく、わかるので、まあいいかな。とりあえず、そうだ。もう一個作りたいものがあったんだ。ですね。作る言ってて作んなかったんで、作ります。バケツです。ハサミも多分前なくしたので作っときます。これで、あったわ、ハサミ。もったいねえことした。ハサミ2個いらんでしょ。紙とか持ってかれたら嫌なので。あとは。あ、そうだ。もう1個作っとこうかな、じゃあ。バケツも、バケツは持っとこうかな。木はいらない、多分。砂もいらない、今は。弓が、もう耐久度低いんだけど。これいらない、絶対に。パンもうちょこっと作っとこう。不安。どこ行くかっていうと、前回見つけた場所。村人ゾンビがいた場所ですな。乗り込みます。確か、こんな感じじゃなかったっけ？できた。火打ち石。一応作っとこうと思いまして、作っときます。まあ、着火するものがないんですが、これ、複数回使えるはずだよね。じゃあ、行きましょうか。一応地図を持って。まあ、これでも常に見る必要がないか。必要になったら見りゃいいんだもんね。こうしておいて。こう。で、こう。こう。で、こう。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 よし。まず先に石の剣が壊れてもいいように。壊れていいようにっていうか、壊れるまで使う。いて。おおよその方向は覚えているので、そっちに行きましょう。育ってんな、早いな。もう伸びてるのは伸びてんだ。へえ、繁殖力やばいね、サトウキビ。まあ他の作物もなかなかの勢いで育ってくれてるからありがたい限りなんだけど、こっちだよね。あ、こっちだけど、こっち側映ってないのか。あとはもう向こう側しか、この地図の行ってない方向、上のなんか、左上か、の方を行けば多分そっちの、あれが埋まるんだろうけど、これ何なんだろう、くぼみ。
なんか下にあるよとか。ああ、暗くなったらやだな。暗くなってきてんし。戻ろう。安全取れてねえのにさ。暗くなるの早くねえか？なんでなんで？よいしょよいしょよいしょ。早っ。なんで夜明けんのあんな遅いのに。時間変わんないんじゃなかったっけ？変わるんだっけ？夜とあれで長さって。まあ確かに春夏秋冬があるのであれば、それ変わるかもしれないけど。怖いわ、お前の声。何の音？ブクブク。何の音？今の。なんかあんの？村人がなんかやってんの？実験でも。やべ。今の音、嫌な音。よし。クリーパーいんのか、気をつけなきゃ。よし。おはようございます。卵産んでますか？産んでますね。一個だけ。まあ、後で取ります。いやー、やめて。あー。豚ちゃんが。落ち着け落ち着け。あー、ダメ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 。あ、でもこれ。あ、そうか。一旦押し込んで、じゃがいもでおびき寄せりゃいいんだ。こっちこっち。こっちこっち。こっちこっち。ああ、ダメ。ほら、こっちこっち。ちょっと、もう最悪なんだけど、なんであのクリーパー、もう逃げられてんじゃん、ニワトリ。もういい。養豚場にする。最悪。マジか。すげえショックだわ。うわぁ、言葉が出ないよ。マジかよ。きついなぁ。フェンスを、こうして、でもすぐ逃げられちゃうから、すぐに、埋めて、はい。あ、鶏もでも一緒か。2匹だけ。きつ、きついわ、もう。やられた。はあ。ありがとう。今まで。今もう何なんだこれ。あ。逃げちゃったの。今までありがとう。あ、えらい。え？えらいっていうか、開いてる。俺が開けっぱなしにしたのか。あ、ごめん。悪かった。砂。砂全然足りないんじゃないか。足りんのこれ。足りなくね。まあこれで一応なんというかその場しのぎというかね。
なんとか復旧したけど、いやーきついわ。あ、生まれた。ありがとう。きつ、きついわ、ちょっと。マジか。もう一匹いたよな、鶏。あげるよ。ありがとう、経験値。あ、じゃがいもか、お前らは。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。これで豚は、まあ、増えるんじゃないかな、いっぱい。でもよかったよ。てか、てめえもうすぐ出ようとすんのか。二重でゲート作った方がいいって言ってたね。やんないとね、それも。何しようとしてたんだっけ。あそこ行こうとしたのにもう、クリーパーのせいで全てが吹っ飛んだから。家作るか。もうちょっとなんとかしたいよな。とりあえず、今何分ぐらいかわかんないんですけど、一回ちょっと時間も遅くなってきたので、今回何も本当にできてないんですけど、ここまでにさせてください。もしかしたら3パートじゃなくて2パート無理やりくっつけてるかもしれないんですけど、ご視聴の方ありがとうございました。次回は、とりあえずさっきのね、村人ゾンビがいた場所を探索していきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。